です。ゆきりこです。宮川あさとです。念願のこの企画が撮れる日が来ました。イエーイ。グミル。じゃあタイトルコールでいきますか。はい。私たちはせーのグミルです。実は今年に入ってからぐらいですかね。いや、活動期間は2年ぐらいだよね。そんな年やってるよね。やってなかった。初代だから。初代。実はそのベレーザの中のグミ好きが集まって、実はグミ部っていうのを密かにやってたんですけど、ついに2年越しに公式にグミ部っていうものが発足されましたと動画が撮れます。はい、報告でした。グミ部。じゃあ、自己紹介も兼ねてなんか用意してくださったので、グミチャートとマイベストグミをちょっと紹介していきたいと思います。はい、はい。じゃあ、あさとからいきます。はい。では、私のグミチャート早速ですが、お見せしたいと思います。どうですか？あ、どうですか？歯ごたえとか結構言ってるイメージある。歯ごたえはですね、一番固めが良くて、味はすっきりで、種類はまあレアはちょっとなかなか買えないので、コンビニで買えるぐらいのお手軽で、まあ気分は結構まあリラックスの時もあるけど、まあ車の渋滞とかハマった時も食べちゃうね。意外なでしょ。え、意外な。確かに。え、でもなんか試合前のちょっとリラックスしたいなっていう時はもあるから、半分。そう、無難な。そう、無難な。半分。そうでしょ。じゃあ私のマイベストグミを紹介します。デデン、ペタグミ。でペタグミの中でも味がメロンとかコーラとかレモンとかあるんだけど、グレープです。これなんか一時期さ、ブームあって、ペタグミブーム教えてくれて。あ、そうだ。きっともうみんなに買ってきて、多分みんな好き。でそれさ、カブ派、マメル派。あ、イライラしてるときはかむ。やっぱりかむ。硬いから。でもリラックスのときは舐めてるかな。はい、こんな感じです。自分のグミチャートこちら、どうですか？なんか見づらいね。柔らかめね。自分結構柔らかいの好きです。噛み切れるやつ一回。あとこのなんか味のすっきりとか甘い、自分グミのパウダーが好きなんですよ。皆さん、ペタグってツルツルじゃないですか、うん、じゃなくてちょっと酸っぱいパウダーついてるのが好きで、分かったんですよ。分かってくれないのは分かった。ちょっと思うけど、多分グミの好みは本当合わないです。合わないね。車の中でそのパウダーとこぼれんだよね。汚しても美味しさを選ぶ。よくだね。納得しました。じゃあマイベストグミは、じゃん、マロッシュ。おお。これもブームありましたよね。あった。自分の中で。あった。買ったことない。それ。てか好きじゃないですね。うん、そんなことはない。じゃあ、私のグミチャートはこれです。なんかあさとくんとちょっと似てる。やっぱグミ部初代はね、初代は固め違うよね。自分って2代目なんですか？そう、有吉沙織さんっていう大先輩がいまして、メンバー、そう、そのグミ同盟っていう名前で最初グミ部を発足したんですね。それがいつの間にかこうちょっと2年越しにグミ部になって、公式にこう、じゃあ自分は公式になって初めて入ったのに。そう、そうだね。真ん中に座ってるだけ。だからちょっと
やっぱ固めですか。でも結構イライラしてる時に食べちゃうね。これはなんかみんなに言われたからイライラしてる時に食べるっていう風にしてみたんですけど、いつもは結構リラックスしてる時に本当食べてるつもりなんですけど、なんかイライラしてるように見えるみたいな。歯ごたえは佐藤くんほど固めはそこまで好きじゃない。ちょっと顎が疲れちゃったけど結構柔らかいグミを選びます。マイベストグミはこれです。もともとこれがめっちゃ好きで、でもこの亀になる前の形のやつが好きだったの。分かる、四角いやつでしょ。分かる。あれが亀になっちゃってちょっとなんか上にジェルみたいなのが乗っちゃって、あ、ちょっとこれ違うようだなって思ってた時にこれが発売されて、しかも味2種類楽しめるっていう。イライラしてる時はもうめっちゃ噛むし、結構リラックスしてる時は最後まで飴みたいな。あ、飴の味でしょ。あ、うまいじゃない後ろでやってそれは。グミブー。じゃあ、まあ、こんなにグミをたくさん用意してもらったので結構食べたことないやつもありますよね、はい、じゃあ食べていきましょう。いいの？本当にいいの？いいらしいです。イエーイ。やばちょっと、やっぱこれじゃないですか。それ、それやばい。ちょっと見せていくけど何だと思います。マジで書いてないかな。クジラ肉だと思って。自分もそこの馬肉とかでもいけるでは、サムギョプサルグミです。何味？何だ？怖い。もしかしたらサムギョプサル、なんかイカスミとかありますよ。健康的なのかもね。イカ？ゼロ、あ、ゼロ違うとか。ご飯代わりみたいな。すごい。イカみたい。あー、何の匂い？うん、イチゴの匂い。本当にサムギョプサルだ。結構肉厚。ちょっとじゃあリコ食べてみよう。すごい匂いが。いけいけ。うん、あんまり好きじゃない。うん、どう？おいしい、おいしい。けどめっちゃ甘い。うん、やっぱパウダー好きでやらかい好き。ちょっと待って。なんかあのグミチャート的に二人の方が好きなタイプ。美味しいこれ。うん、美味しい。これ地球グミ一時期めっちゃ流行りましたよ。手に入んだよなんか、うん、その時期あった、うん、どこ行っても。実は自分これ通ってないんですよ。スタートがある、ね、なんかあの天の弱だから光ってると、なんか別に自分いやいやある。地球グミ食べた。これ多分リコは好き系だと思う。浅田君は好きじゃないで。いやー見てすごい。なんかに卵見た。今から食べるんだから。せーの、おい。あ、出た。え、まだ白なんだ。え、何何何、あれ、待って、え、手開けるの。あ、開けるね。うわー、見せー、かわいい。一口描いた断面見せて。白玉みたい。ほら、うんうん、自分の好き。これみたらしサンドみたい。コーラ、中にコーラのジェルが入ってます。自分の好き。なんかあのマロンチョっぽくない？うん、いまいちだよね、多分ね。え、グミじゃない、絶対。思う？ね、グミじゃない、グミじゃない。なんかマシュマロだから、マロン違って。のパウダーなし。これコーラの味。めっちゃ風味じゃん。風味、しかもこんなだけど中身広いんだ。
本当かよ。カツオさん、甘い？甘くない、美味しいだけ。甘くない、美味しいだけ。グミル。次行きますか？行きましょう。はい。次。気になるのありますか？水グミ。これでもよく見ますよね。じゃあ、次は行きます。水グミ。じゃあみんな、はい。はい。いただきます。おお。透明。いい匂い。うん。ね、透明だ。あ、食べちゃった。ごめんね。いいよ。先に。いただきます。あ、美味しい。うん。好き。好きそう。うん、いや、それこそあの車の運転中とか。ちょうどよくない？いいあのでもさ、手も汚れないし、え、これちょっと手も汚れないし、そう、ちょっと油みたいになっちゃってさ、ハンドルが油になるとか言いそうだからうるさいからね、だからこういう方がさ、汚れないじゃん、うん、で、それね、車の中で食べたらね、隙間に1個落ちちゃったグミル。ちょっとこれくらい気になるんだけど、いい？食べてお願いします。巻いて遊ぶだいたい火曜日に新しい商品が出てきて、わー
だから火曜日、火曜日に入るか水曜日に、うん、あのグミコーナー行くと新商品出てるので、まあ、そのタイミングを目指してあの来てもらえれば、うん、はい、聞いたか体の人たち火曜日だぞ、火曜日でもう一個、はい、ちょっと今日新しいルールができたね、はい、ちょっとこれじゃまだね足りない、足りない、じゃじゃん、面接でグミ愛を語る。いや、これはなかなか難しいですね面接相手はもちろん私たち面接官なんで、そうね、半端な気持ちで、ね、来られちゃうね、困る、困るでも実はベレーザにも今現時点で準会員、準部員がいるんですよね。ちょっと聞いてください。この中だと、まあ、これが全員なんだけど、ニッシーさん。ちなみにニッシーが好きなグミはこれです。そうなんだと、ななみ、ななみ、ななみはね、マジで、え、最近シャリモニを買ってきてくれた、え、買ってきてくれた、これでか。あと、やっぱ岩瀬さんが、うん、今3人いるんですよね、展開が。今、岩瀬さんがちょっとあれじゃない、リード、リード中じゃない、え、この2人も上位じゃない、あ、上位じゃない、この2人はもう絶対食べない、グミ食べない、あと、キヨカ嫌いだもんね、嫌い、グミ好きそうっていう人もいる。ゆうちゃんも食べないな、食べないね、多分、ももかは多分何でも食べるグミをあのこうやって食べる人嫌い、あー、まあこのポイントでやっちゃうかも、誰誰だ知らない誰かさ、こうやって食べる、知らない、もう振らない振らないで、ね、これ食べてた人がいたの、谷口先生とか、やめろやめて、あと谷口先生こうやって言ったらしい、この前食べてたら診察行こうと思ったら、あどこに、どこかな、
ここはマロッシュとマロッシュとポイフル。ポイフル。これは三人の部員と一応グミの耳みたいな。可愛い。いい。ちょっといいんじゃない？絶対可愛い。ステッカーとかしちゃおう。しちゃう。携帯の裏に。裏に。いいじゃん。会員証みたいなね作れそうだし。うん、これで決定したいと思います。イエーイ。グミブ。はい。ということで、グミブ1本目の動画でしたけど、はい、どうでしたか？楽しかったです。YouTuber って本当すごいなって思いました。ちょっと今後もね、グミブちゃんと活動できるように。ちょっと回数重ねましょう。ちゃんとやっていきたいなと思うんですけど。ここ練習を家で練習していきます。あとはちょっとやっぱグミのね、お菓子会社の方にも、うん、なんか協力というか、この動画が届け一緒に何かできたらなっていうのをちょっとがめつつ、はい、お願いしていきましょう。お願いします。お願い。グミ以外のお菓子は、グミもしかしたらあれいつか反対勢力のなんかチョコブとか出てくるかもしれないから、あグミしか入れないよ負けないようにちょっとグミ部頑張っていきましょう。はい、はい、であとは10月22日に、はい、自分たちのWeリーグの開幕戦があるので、そこでもねグミ部なんかできたらいいなと思うし、そうです、この動画を見て自分たちおすすめのグミを、ね、グミ片手見て売ってくれたらね、グミをグミポーズしちゃうもん、しよう、グミポーズしちゃうなんだろぜひ会場でグミを片手にで、試合後に前半ちょっと出来悪い、うわイライラするのったらハードキックで、たくさん入ったらまあ、はい、リラックスもリラックスで飲んでる、こういう使い方はしないこれ見ちゃったらちょっと浅くくるさ、もうちょっと嫌になっちゃうから、これはやめてください。お上品に一個ずつ食べてほしいなじゃあこの動画がいいねと思った人はチャンネル登録、高評価を全然喋んないから